パンツ、それはトレジャー。世界を彩り、すべてを明るく照らし出す第二の太陽。そして多くの野心家たちが命を懸けて手につかもうとした21世紀最大の神秘。今日はその神秘を垣間見ていきましょう。ジャストウエスト。履き込み丈がちょうどウエストあたりに来るトレジャー。全トレジャーの中で最も安定感がある一品であり、しかし安定化重視のため若干見た目のインパクトは薄めです。入手難度は比較的低めで、都市部だけでなく地方でも姿を確認できます。また凶暴性は低く、それでいて人懐っこい個体も多く、老若男女に愛されるトレジャーといえます。履き心地はとても良く、好んで試着する男性が後を絶ちません。ローライズ。丈が腰骨の位置ではなく、股上の浅い位置、ローウエストのあたりに来るトレジャー。メジャーなビキニタイプをさらに尖らせた一品であり、その能力は非常に強力。色のバリエーションから様々な進化先が用意されており、ロリ、OL、熟女と幅広い界隈で活躍できるオールラウンダー。中には気性が荒いものが多く、飼いならすには国の許可証と10年以上の修行が必要です。男性専用のものも存在しているらしいですが、なかなか遭遇できないレアものです。ティーバック。お尻部分を覆わない、もはや布としての役割を放棄したトレジャー。その存在は各地の伝承に残るほど稀有な存在とされ、一生に一度お目にかかれるかどうかの代物。攻撃性が非常に高く、1秒間で10人もの人間をほふる。10秒以上凝視すると視神経に異常をきたす。一度身につけると寿命が1ヶ月縮まるなど、トレジャー界の三大タブーの一つとされています。細すぎる紐はワイヤーの3000倍もの強度を誇っており、ゴジラに踏み潰されても決してほどけないと言われています。ドロワーズ。名実ともに幻のトレジャー。現状世界中のトレジャーハンターが血眼で探し回っていますが、その姿は確認できていません。最後に確認できたのは17世紀後半、北米のダンスパーティーとされており、以降200年誰も見つけたことがありません。腰から膝丈まであるトレジャーであり、その布面積はおよそティーバッグの100倍。非常に防御力が高く、またダイヤモンドよりも硬く、カシミヤよりも滑らかで、吉田沙保里以上の安心感を誇っているそうです。下着界隈のミュートをプロから言わしめるほどの一品です。ガーターベルト。その誕生は1000年以上も昔、イギリスのごくごく普通の家庭だったとされています。その全身からは邪悪なオーラを放っており、一度身にまとえば身も心もヘブン状態に陥ってしまうほど。本来であればキャストオフすればするほど殺意を高める代物であるトレジャーの中で、ただ一つ装備が増えれば増えるほど殺意が増すという完全に異端なトレジャーです。破壊力、攻撃性、凶暴性、どれをとっても桁外れであり、童貞はガーターを見た瞬間に死にます。島パン。トレジャーの中でただ一つ現実には存在しない空想上のトレジャー。漫画やアニメでの登場率はほぼ 100% ですが、現実世界ではなぜか全く存在しない曰く付きのトレジャー。親戚には水玉やクマさん、ウサギさんなどがおり、そのどれもがトレジャー界の一級品です。愛らしさはあるものの、破壊力はなく、ほぼチワワ。全世界の人間が島パンを着用すれば、争いはこの世からなくなると言われています。ノーパン。キリスト、ブッダ、アッラーに並ぶ第四の救いの象徴。トレジャーという概念を超え、数千年という長き時の中で男の願望を一つの形に成した異形のトレジャー。近距離、中距離、遠距離、どのレンジ帯においても必中必殺の最強のトレジャーですが、逆に
ジャストウエストやビキニタイプに乾杯という場合もあるメンタルの脆さも持ち合わせています。破壊力はガーターをしのぐとされ、時には想像だけで人を殺めるほどの圧倒的パワーを誇ります。近代ではその存在感はややマイルドになってきましたが、依然として殺傷能力は随一です。いかがだったでしょうか。数々のトレジャー、中には見たことがあるものないもの多くあったと思います。しかし勘違いしてはいけません。本物のトレジャーとは色や形などではありません。あなたたちが真に思う女性のトレジャーこそが誠に価値あるトレジャーなのです。そのことを決して忘れないよう、宝探しの旅に一緒に出てみませんか。